まあ、本当に久しぶりに見て懐かしい、そして初めて見た方もやっぱり面白いと思うんですよ。ただ確かに南極から歩いて偶然会えるのかなとかってあったりするんですけどもそんなツッコミどころも楽しみながらですね、この大作の、トークショーを始めたいと思いますが、一番最初にですねご注意があります。まず特注の撮影に関しましては、プレスの皆さんフラッシュはたかない状態でお願いいたします。そして、一般の方々トーク中の撮影はすいませんが禁止でございます。ただ、監督のご声もありまして、トークが終わった後プレスの皆さんの撮影が終わった後にですね少し一般の皆さんの俺何も言ってないよ。あ、言ってない。あ、じゃあ撮りたい撮りゃいいんだよありがとうございます。はい、ただトーク中は後でってことで、特集はパシパシいますんで。ということで、もう出てきてしまいましたんで、木村大作監督です。よろしくお願いします。ポット当てたまんま。ポット当てたまんまです。顔が見えない。あ、顔が見えない。じゃあ、ちょっと。落とせよ。ちょっと暗く。あ、はいはい。ね、人の顔が見えないでね、喋るってことは、俺はできないと思うよ。カズ君、一応マイク。あ、そう。はい、お座りください。どうぞどうぞ。お座りください。座るの。うん、座って。一応。では早速なんですけれども、まあ皆さん今ご覧いただいて、監督、まあ 4K、監督じゃない。ああ、これはキャメラマン。はい。撮影キャメラマンということで。今は監督もやり、はい、キャメラもやり、何でもやるってことだよ。ということですね。木村さん 4K の修復作業を、まあ、監修しながら久しぶりに見たと思うんですけれども、久しぶりに見た感想いかがでした？自分もね、もう今の日本映画界ではこの映画できないよね。金がかかりすぎるぐらいかかってるからね。それと一応ハリウッドのスターたちが出てる映画でこんだけね、もっと感動してるのはこの時の主役は草刈正雄が今、息吹き返しちゃったからね。そうそうそう。映画で。そうです。いい顔してるよね。うん。年取ってからの。この時はもうなんか、でもね、こういう、東洋人と西洋人の血が混じって、外人にはこの草刈正雄は、やっぱり自分たちの、あれとは見えないらしいですよ。やっぱり東洋人っていう感覚があって、一番悔しかったのは、スタッフの女の子に、もう、えらいモテてたの、草刈正雄が。もう頭きちゃったよ。そこ同じレベルで見てるんですか、自分と監督は。いや、それだってみんな青い目のね、可愛いね、トラックの二十歳ぐらいの女性がね、うん、大型トラックを運転してね、はいはいはい、それで現場に来るわけだよ、うん、みんな可愛かったんだよ。へー、誰も俺のとこ寄ってこない、まあ、外国で仕事してもこういう調子だからね。もんなも冗談じゃないやって、ええ、まあお金に関して言うと当初15億円ぐらいで始まった角川映画で最終的に25億ぐらいまでいった。24億。 TBS が4億出したんだな。あ、そうですか。ああ、いや相当オーバーしましたね、やっぱりね。当時今だったらもう50億とかぐらいの映画になっちゃうじゃないですか。そんな映画ないですよ。南極へさ、うん、潜水艦、あれ原色潜水艦なんで嘘だよね。チリの旧式の潜水艦なんだよ、うん、それ一艘チャーターして持ってった1億円ね、はい、当時、それ輸送船油とかなんかね、俺はそっちで行ったんだけど、それとハリウッドのスターをリンド・ブラッド号ってね、すごい、それ3隻チャーター料3億だもん。あ、だから潜水艦2隻と輸送船1隻と。ああ、よく2隻、なぜ潜水艦必要だったんですか？いやいや、1隻だよ。1隻？いや、輸送船。輸送船、全部で3隻。全部3隻。俳優さんたちが泊まる、はいはい、素晴らしいスウェーデンの船だったけど。そういう客船みたいなのがあったわけですね、一つはね。それで3隻で。すごいですよ、でもね。1ヶ月行ってるわけで、南極は。はい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 。だから寝泊まりは船だってことで。うんうん。だけど各国の基地全部行ったからね、南極で。ああ、いろんな基地が出てましたけどね。ああ、 全部リアリティですあれ、うん、ああ。ただ深作欣二監督が東映で、ええ、でキャメラマンの木村さんが東宝で、ああ、で日活のスタッフも行ったと。ロゴもね、で要するに多国籍言うんじゃないですか。多国籍、うん、それどうしてそんな組座組なんですか。まあ、一応深作欣二さんが
その頃僕が八甲田山を撮った後で、はい、でまだ39だったよ、うん、元気はいいね、今は相当衰えてるけど、これの10倍ぐらい元気だったから、うん、それと人の言うこと聞かないキャメラマンであったわけなんで、うんうん、でそういう体力をやっぱり深作さんは求めたんじゃないの、はいはい、絶対過酷ですもん、だって35ミリで世界初の南極ロケですからね、そういうこと、その後さ南極物語ってんだ、それが初だなんて言って嘘なんだよ、うん、こっちのが先なんだよ、はいはい、はい、確かにそうと思います。でまあとにかく1980年の正月映画として撮られていたけれども、半年間に合わなくなって夏映画にまでは遅れてって珍しいですよね。それもなかなかジブリ映画とか黒沢映画ぐらいしかないですよ、半年遅れるのは。半年遅れてね、田所春樹さんが、うん、半年、まあ、深作欣二が本をもう一回やりたいってことになったんですよ、しつこいからね、あの監督も、うん、で仁義の後でしょ、はいはいはい、だからもうこんなになってる時代だから、で半年伸ばすってわけですよ、うん、で俺のとこへ、だから半年後からギャラを払うと、お言ってきたんだよ。ちょっとそれは冗談じゃねえよバカ野郎ってね。じゃあ他の仕事やってくれと、うんうん、そんな俺んとこでそんないろんなもん来ないんだから、はいはいはい、だからもう俺はこっから拘束されたんだから、うん、半年伸びようが何しよう全部払えっつってね、払ってくれた、うん、まあもともと労働組合の出身の方なんで東方でも労働葬儀の時も先頭立ったんで、いやいやあんな昔はやってないけど撮影所の院長やったことあるんだよ、だからまあ労働組合やったら大体左翼だよね、うん、委員長だから右翼の委員長だったんだよ。だ全部ボスコ命令、言うこと聞かなきゃお前蹴飛ばしてたよ、はいはい、でね最初はそうは言ってもこの角川映画最初のプランでは北海道を南極に見立てて撮りましょうというプランだったと聞いたんですけど、いやプランというかね、最初は南極行くってんで俺はぜひやりたいってことですよ、うんうんうん、ね、はいはい、映画の撮影で南極行けんだもん、うん、え、はい、それで相手は深作欣二でしょ、ぜひやりたいと思ったんだけど、うん、なんかねやっぱりお金がかかりすぎるから、うん、その前の野生の照明人間の照明角川さんとかやってたんだけど、はいはい、それが大体10億ぐらいなんだよ、うん、だからそれぐらいでやってくれってね、うん、その文句を言いにロンドンまで来たんだ俺らロケハンの時に、ロケハンもう復活にロケハンやってる時にもうロケハン世界各国70カ国行ったからね、ロケハンでお金かけてますね、90日間すごいね、5000万かかったって言うんだよ5、6人で、それで角川さんが、ロンドンへ来て打ち合わせて、うん、やっぱりね、お金半分にしてくれと、うん、それでまあ深作さんという人はものすごいタヌキな人でね、うん、なんだもう聞いてんだか聞いてないのか分かんないよな、あーなんて言って日本へ帰ってきたんですよ、うん、それでサクさんも北海道一応ね録音しようってわけよ、俺それだったらこの作品やらないと、うん、でもちょっと来てくれ計画変更だとやらないって言って、うん、で北海道中全部海っぺりをハイエースに乗ってわーって行ったの、うん、どこの場所はここだったら行けんだ、流氷が切ったりしてね、はいはい、これだったら南極行けるんじゃないかってんでみんな降りていくわけだよ、うん、俺はハイエースの中でタバコ吸ってたよでやってやれるけど、うん、みんなそれで大ちゃん結構いいよって、いいもくさも南極行かないんだったら俺はやらないと勘弁してくれと、いやでもそれがなかったら本当北海道ロケで普通の映画ですよ、まあ、でもサクさんはねそうやってね一応見ましたと、あ形は作っておいて、でも本当は行くつもりでいた、まあ、どういうふうに考えたかね、監督だからお金のことも考えなきゃいけないから、はいはい、でもずっと木村さんは言い続けてたわけですね、俺はってだって出ないんだもんで最後の日、シャコタン半島の民宿みたいに泊まって、はい、マージャンやってたんだよ、ええ、で制作担当長岡井さんと、これ名物の日本映画界もう死んでるけど、そいつが監督このキャメラマンねロケハンド一回もバスから降りてないハイエースからで全くやる気がないと、どうすんですかって言うわけで、俺はやる気がないと、このマージャン終わって東京帰ったら降りるって話だった、そしたらまあまあまあ待ってサクさんが言って、東京帰ったらいろいろ角川さんと話すと、いうことになってやっぱり南極行くって話に変わったんだ、すごいですね。で実際南極とにかく頭の冒頭からテーマソングのタイトルバックからもう空撮が効いてる、あの空撮してない、はい、したあの時はね、うん、そうそうそう、あれはねチリの海軍の陸軍のヘリコプター、う
で、クルーザーズの時は木村さんカメラ背負ってるわけですよね。あれブレてないんですけど、いやあれ、ね、全然今時、いまだにお前この年になったら手持ちはさ、手持ちだよ。手持ちは手持ち。今やなんかブレない、なんかいろんなこと。あ、ステディカムとかいろいろありますよね。で、そういう、ブレ防止装置ってつけないの？ここは、足があるじゃないか。ヘリコプターの足が、はい。そこの上に乗ってさ、カメラ掲げるわけ。あのね、ちょっと待って、普通はね、ヘリコプターって窓開けて、こう撮るんですよ。あのね、あの、レンズだけ外に出てると、そうそう、こっちは静かなのに、わーって片付けがブレるんだよ。あ、だから人間ごと全部出るわけ？全部ブレ出ちゃうと。ジャッキーチェンみたいじゃないですか。風圧でブレなくなっちゃうの。あ、じゃあもうこのヘリの外側の棒のところに立って、でこうやって構える。やってる。それでもっと降りろもっと降りろってね。指示して。正面から潜水艦のあの無線がね、ヘリにタン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 と当たるぐらいまで降りてるね。すごいじゃん。正面とかね。それでこう上から狙ってる時に。下で深澤欣二が指示を出してるわけだよ。あ、下にもキャメラあるわけ。 B キャメが岸本さんがね、いるわけね。 B キャメが、それでさ、あっち行けこっち行けってね、で俺の思う通りならないで。あ、そうか、あのヘリ飛んでる方は、まあ、構えてね、俺のことは深澤さんの頭にない。深澤さんは自分の船の方でいいカット撮ろうとしてるから、そうするとさ、輸送船入っちゃうじゃないか。輸送船入っちゃう、でそのうち言うこと聞かないから、もうこのバカ野郎って言ったらね、まあ一応命はついてんだけど、バーってやったら怒っちゃって。ほんとジャッキーチェンじゃないですか、それ。それで、もう頭来てね、もういいと。船帰れっつってさ、船帰って降りたら、監督に、こんなことやったら取れないと。え、もういい加減しろと。言って、また6社会議ぐらいやって。あ、また会議があって。それで、取りに行ったら、もう15分で全部取ったけどね。そっか、結局自分で指示したらね、まあ、俺と同じでイラッチで、はいはい、チ認めんで、何言ってるか分かんないんだよ、シャ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 、俺は江戸っ子で、はいはい、江戸弁でしょ、はいはい、なんかどうしようもないんだよ、ね、でそこでもう一回やって、こういうふうにやるから俺の指示通りやってくれって言ったら、もう一日かかるような仕事15分でピッとだよね。だから木村さんのある種プラン通りに行けば早く努力が取れるってことですよね。あのね、言っとくけど、その時はね、深崎欣二と全然うまくいかなかったの。毎晩喧嘩だよ。あ、でしょうね。だって会社も違うしね。それでね、それ終わった後ね、6年間深崎欣二から話は来なかったよ。もうあんなやつはできないと、いうことは俺もあんな監督とやらないって。それで6年後に、あの家宅の人、ダン・カゾーの、はいはいはい、あれは傑作だよ、俺今東映にあれを電子ビに直せって今やってるけどね、今回みたいにね、 4K デジタルリマスターしましょうって、それで戻ったんだよ。でもさ、条件があるわこっちにはね、いろいろ。そしたら深作さんが、もう家宅の人やるときはもうカメラは全部大ちゃんに任せる、自分は演出、はいはい、お芝居だけに集中するからどうしても来てくれって。その間6年間はいろんなキャメラマンとやったわけだよな。はいはい、ってことは復活の日の深作さんはキャメラを覗きたがったってことですか。そういうこと。はは、嫌いですよね、カメラ覗かれるの。だって仁義なんか自分で撮ってるかってもあるくらいで、その覗きたがる監督っているんだよ。でも嫌いですよね。大嫌い。そうですよね、嫌い、覗く人。覗かせない。覗かせない、どうやって覗かせないんですか。あのね、はい、ちょっと低いのかな、いや、そんな低くない。あ、こんな感じ。俺だいたいメダカっつってね、立ったら立ったメダカ、はいはいはい、座ったら座ったメダカなの、そうなんだよ、それを黒沢明に、目の高さで撮るってね、黒沢明におざった、はい、あ、黒沢さんにおざった、そういう人なんで、で、サクさんが来るじゃないか、これで来る、で、女性に伸ばせってわけよ、伸ばせって、ガーッとさね、こう伸ばすわけ、高さを上にするわけね。そうね、現場には便利箱って箱を置いたんだよ、いろいろ。箱埋まってたね。そうこうやっての登ってみるんだけど、そういうの全部片しといて、絶対来ても覗けない。あ、届かないのに。あ、覗けない。ああ、嫌がらせですね。いや、嫌がらせじゃない。それで、何が知りたいのって。はいはいはい。どんな絵が欲しいのっていうかね。何が知りたいの。はいはい。大体あなたはこの本を自分でもやってんだから、このシーンの真髄は何なんだ。ほうほうほう、でいろいろ説明するわけです、はいはい、説明好きだからね、あ、そうなんですか、深作さん、素晴らしい話、それで役者全部ポロッて返しちゃうんだから。あ、そうなんですか。でこうやってさ、俺がさ、あの、でしょうと、だからこれは客観でいいんだと、
弾いてるわけ。はいはいはい。でも坂崎さんより好きですよ。大体ジングみたいなこの。そう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 。リカララ言ってるんだ。そう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 。気持ちで。そうそう。でも結構弾きのね広い好きですもんね。まあ南極だしね。広いは欲しい。うん。ああだからそうやって弾いてん。そうそうさ、客のそれでいいんですよ。はあ、うーん。あのね、ほんまーん。それはうまくいくわけやないよ、ね。すごいなそれ。ああスタッフの皆さんも大変ですね。いやその両巨頭のこう構想を見ながら。これ39だったよ。で1年4ヶ月ぐらいかかったんだけど、一番生意気の時だ。ああ。もう今でも生意気なんだけど。もう生意気は言いませんよ。もう年が上だから、ああ生意気と言わない。いやしかし、うん、健太来てないよな。深澤健太さん？え？息子さん。いやいたっていいんだけど。ね。まあそういう意味で言うとね、冒頭に無人ヘリカメラって出てくるじゃありませんか。ああだからもうさ今からあのドローンを予見するようなシーンがあるわけですよ。ああすごいなと思ったんだけども、ドローンカメラとかお使いにならないんですか。俺うん今うん絶対使わないね。便利ですよ。便利ってね、俺はね大体空撮、まあ、その時やったけど、うん、南極大使はね、はいはい、海は大使使わない。山の映画でもヘリ使わないからね。そうそう使わない。みんな自分が行って撮るんだってことだよね、うんうん、目の高さで、うん、だから空撮好きじゃないですもんね。好きない、うん、なんでかっていうと空撮っていうのは風景だよ、うん、人の心が入ってない、うん、え、うん、俺が撮る映像は皆さんどう思うか知らないけど俺の気持ちが入ってんだよ。だからどんな寄りでも山の上でも 3000m でも人の後ろにアルプスちゃんと入ってんだよ、うん、だいたい山投げるとみんなこうだからな、え、それで失敗したのはあのちょっと前にやったねエベレスト。ああのツイッターなど書かないでくださいね。はい。でとにかく潜水艦のね、まあ今話ありましたけども、あの潜水艦がズバーッとタイトルバック浮上してくるところがありましたけども、ああいうのって実は難しいんですって。いやだって見えないんだからさ。うん、いやでもほらここに勘？え、ここに出てくださいとかって言ってだ出てもらうんじゃないの？そんなもの俺はね、あっちの言葉は分かんないしさ、うん、どうなってるだけだからバカ野郎この野郎で。ヘリのパイロットに、こねんだと。こね、うん、に必ず上がってくると。で、一応、そんなに便利な時代じゃないから、うんうん、全部勘ですよ。うんうん、それと、うわーって上がってくるとさ、うん、それは俺でも震えるよ。ああ、いやいいシーンですもんね。あそこドワーってシーンが全体が入っているような。まあそんなことをやりながら、1979年12月24日、忘れもしない日本映画史に残る大きな事故が起きてしまった。南極で座礁したんだよ。あのね、ある湾があるわけ。で前の年にロギア行ってんだけど、深作さんはここだってわけですよ。うん、で俺違うと。あの岬の向こうだって言ってんだけど、佐久さんも勘の人だから、うん、ここだっつってそっちへ向かいしたんだよ。それいくら行ってもその思う場所がないわけ、うん、で監督違うと、うん、やっぱりあっちだっつって、はいはい、でしょうがね戻ろうって、うん、で俺は、まあそこは白夜だからそんなに急がなくてもいいんだけど、あ白夜だからね、まあうんうん、戻れってね、なんかに、うん、こっちだーってやってたんだよ、うんうん、でまあそういうそれがいけないとこなんだけど、ビビっちゃってさ、あ、操作する人が。船っていうのは、湾の中央から入っていかなきゃいけないね。うん。岩とか。はいはい。それをさ、近回りしたわけだ、岬に近いとこ、はいはい。で、海図がないんだよ。うん。あ、だからそこでさ、ドタドタ。だから、カナダ海軍のリンド・ブラッド号が座礁して、で、ガガガってきて、水が入ってきたって。いや、だって、もう5メートルぐらいの横から穴開いてんだから。でその家じゃ沈んでいく、沈んでいくじゃないですかね、座礁したら。なんで助かったって言ったら、波に沈むか。あ、波に沈むかったか。晴天。それで、当然 SOS だよね。SOS ですね。で、ソ連の SOS だて聞いたらば、どんなにあれだと来なきゃいけない。はい、はい。近くにいる船がね。うん、それで、ソ連の船と、うん、チリの船がいたわけですよ。それで、みんなが思ったのは、その時はソ連だからね、ロシアじゃないから。ソ連邦だから、ああもしかしたら抑留されちゃうかもしれないっていうか、もしかしたら抑留されるかもしれないんで、うんうんうん、なんとかチリの船が先についてくんないかな。そういう時代だから、冷戦時代だもんね、うん、米ソの怖い、まだ怖かったから狙ってたんだよ、うん、じゃあ来たんだよ。どっちが？チリが。あ、チリが、はい、はい、よかった。それで、要するに、
船の船長から言われたわけで、こういう緊急なんで私物は持つなと。フィルムは撮影済みはダメだって言うんだよ。それ大変じゃないですか。いやそういうふうに言われたの、うん、で俺は船長と交渉したんだよ、うん、そういう交渉元は深坂さん出ていかないからね、うん、片岡さんも出ていかないよ、うん、もう俺なんだよ、うん、でわーってやってね、うん、それでもなんか言うこと聞かないんだよ、うん、でもスタッフ全部集めてね、うん、撮影済みだけ、うん、頭の上にあの日本でよくあるのはカッパみたいな、はいはい、祝いて、うん、もし落ちたら、うん、立ち泳ぎするいやそれ、ね、つまりそれぐらいもう命よりも大事みたいなね。そう一番上だからお前は死んでもいいけどすごい、まあ、そういう話だったそれね真剣にやってんだよ、うん、真剣ね、みんなも真剣に聞いてる。だって世界初の撮影だしね。でそしたら、うん、あの来てもう本当に波静かまた恵まれたんだよ。ピーカンだから撮影済みだけはいいと、機材と撮影済みは持ってけと。で私物は最小限度に、生き延びるための最小限度、ゴムオートだからね普通に、はいはいはい、最小限度ですよ、うん、でみんなそういうふうにやって全部映れた。ああよかった。それでね事件があったんだよ。事件があった。あるスタッフがね、うん、日本から持ってきたね餅をね、うん、私物の中に隠し持ったんだよ。あ朝引き上げる時にね、あの脱出する時に。チリの潜水艦は飯はスープの上にソーセージが1本出てるだけ、はい、浮いてるだけ、うん、若いのはみんなもうどうしようもないから、うん、じゃ あるスタッフがねその餅を探し出したんだよ。脱出後に見せるわけですね。みんなで焼いて食おうってことなんです。人の隠し持ってるものを。俺のところにも来たんだよ、そういうのがあるから大ちゃんも食わないっつって、俺も腹すいしたからね、食おうっつって、ね、一緒になって食っちゃったんだよ、もちろん。それを取られたスタッフ、いまだにやってるけどね、どっかの社長さん、そいつがね、俺の餅を食ったのは誰だって食堂のナイフを持ってぶっかけ回したんだよ。だからね、その時も思ったけど、そっか、もう要するにね、俺未だにそうだけど、スタッフに飯と泊まるとこだけは優遇する、はいはい、飯さえちゃんと食わしときゃ何やってもついてくるんだよ。そういうもんだなと思った人間は極限状態ですよね、ある意味、うん、ただそれがたまたまその船に取材の共同通信の記者が乗ってたんで世界に打電されて、でも大ニュースになってニューヨークタイムズ一面だよね。一面でしたよね。一面だよ。そう座礁って、ね、日本でも大騒ぎしてんだろうからね。日本はちっちゃかったね遠いんですかね。あれ映画の宣伝になっちゃうからってことかな。そうなのかな。でも結局それで脱出されしましたよね。脱出してまあなんかチリの海軍の船員たちは船がダメになったとか泣いたりしてたらしいじゃないですか。それでもなんか撮影をやんなきゃいけなかったんですって。いや、やんなきゃ。これまた人の悪口と思わないで聞いてくれ、うん、ちょっとだけ残してたんだよ、その撮影がちょっと残ってた、全部取り切ったと思って、うん、でも深崎さんってしつこいからね、うん、黒人の女優さんでしたんか、はいはい、それとボー・スベンソンの映画では切ってるよ、うん、でそれの ラブシーンみたいなのがあったんだよ。ゴムボートに乗ってね、二人でねこうふわーって行ってさ、なんか恋を予感させるようなシーンがあったんだよ、うんうん、それをやっぱり撮りたいって言うんだよ、うん、でもさ、こんな穴が開いて、うん、船員はみんな泣いてるわけよ。その脇で撮影続けろと。それで、うん、スタッフ全部甲板に集めて、うん、それで、これからやるってわけだよ。そこへ俺も行ってね、うん、そのずっと最近も野球部をかぶるのがだったけど、その監督と門川さんがいる、うん、このくらいの隙間に俺が入って、うん、俺は絶対やらないって帽子をねピャーッと高く上げて、うん、船の船尾ってタバコ吸ったよ、はあ、拒否なんだよ。拒否ね。そしたらね、はあ、一人一人スタッフ全員が俺のとこ来てね、はあ、大ちゃんがもう門川さんはあいつを首切るってことだよね、はあ、やってたんだと思って冗談じゃねえやってね、あっちも息健康の時だからね、スタッフが一人一人俺のとこ来てね、大ちゃんが日本へ帰れって言われるんだったら僕も一緒に、ついて帰りますからって言ってね、スタッフ全員が俺のとこ来たのだから門川さん切れなくなっちゃった。あそれなんか金八先生みたいな話ですね金八先生みたいな話。俺はだって、うん、もう思うようにしかやらないから。いやなんか今ずっと話聞くと、うん、映画が一番っていう風に思いながらも、うん、
その瞬間は映画よりも大切なものがあると思ったんですね。あるよそれは、うん、そういうあの時っていっぱいある。ある、うん、あ、まあ、いろんなことありますよ。そうなんですね。次で人を怪我して、あ、まあ次、あ、確かにいろんなことありますよね。家族とは全然うまくいかなくてみんなもうバラバラなんだけど、うん、聞いてないからいいです。言わなくても聞いてないから言わなくてもいいです。あの映画のスタッフでそういう問題が起きた時に、あ、こいつはもう一生 やるまいとかね、うん、あ、こいつはもう死ぬまでやろうとかってね、みんな人間ね、もろ出しになるからね。あら、もろ出し、そういう時で判断してるね。そうですか、うん、いや、しかしそんなことやってる間にあっという間に時間が来ちゃったんですけど、ね、だからね、30分は短いって、短いですね。これもうちょいだ、後ろの映画飛ばしてこれもうちょっと皆さんお話聞きたいですか。あ、聞きたい。あ、じゃあそしたらですね、先にプレスの写真した集団皆さんだけ撮っちゃいましょう。プレスの皆さん次行かなきゃいけないから。外国の方がいるけどさ、ええ、ちゃんとなんかあるの？通訳わか聞こえてます？俺の話はね、直訳できないんだよ。だから、だから訳してると思うけどね。ええ、じゃあ先にプレスの皆さんに撮影をお願いして、プレスの皆さん次の現場にも行かなきゃいけないんで、そしたらトークを続けましょう。ええ、ないよ、笠井さんが。僕は入りません。なんで？いやいや、監督の特徴だから。あ、そう。はい、寂しがらないでください。で、一般の皆さんはちょっと待ってくださいね。はい、後で時間設けますから。こちら、なんか質問あるんじゃないの？まずは一旦撮影したまま、あ、一旦質問コーナーに行きましょうね、そしたら。いや、すみません、ちょっと手振ってもらっていいですか。こんなもん、今のが編集でお願いしますね。はい、いつも思うんだけどね、こうやって撮るでしょ、どこにも出ないんだ。あ、出る記憶だから。はい、手振ってもらっていいですか。一応手振ってもらって、はい、いや、確かにこれは目覚ましテレビは出ないかもしれないけども、いろいろとあるんですよ。ネットとかね、いろんなところに出るんですよ、実は。出ないんだ。いや、出る。OK ですか、はい、ありがとうございます。それじゃあちょっと続けましょう。あの、次の上映などあってお時間のある方は抜けてもらって構いませんけども、まだあの、実は私も聞くお話全然届いてませんので、今、例えばね、質問を遮って喋ってるから、あの、はいはい。で、じゃあ監督今質問あるのかなって言いましたから、ちょっと質問があれば聞いてみましょう。質問、あ、あったか。じゃあその、ロマンスグレーの、短いショートヘアの方、マイクってあります？はい、はい、今行きますんでね、もうでかい声上げない、聞こえるよ。大丈夫、ありました、ました。監督の方がいいです。今そっちにありますから、はい、はいはい。それでは、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、すいません。これは木村さんに聞くべき質問なのかどうかっていうのはちょっと疑問なところはあるんですけれども、公開当時SF ファンが怒って、後年小松左京さんも SF 大会かなんかのパネルで怒ってたというか、あの、否定的に言ってたのが、原作だとあの ARS とかソ連の核砲撃ミサ報復ミサイルが南極の米ソの基地を狙ってるかどうか分かんないけど、とりあえず止めに行こうっていう話で、人間本当は南極狙われてなくて、人間はそれほどバカじゃなかったねって、本当に復活する日、復活の日だったのが、映画だと完全に復活しない日になってるのは、これは深作さんの趣味なのか、それとも角川さんの思考なのかというのがずっと。いや、それは深作記事だよ。深作さん、だってさ、あの人の作品歴見てみなさいよ。リアリティの局地を行くようなやつばっかりやってんだよ、うん、でも復活時はおとぎ話だよね、うん、誰だってさ、ワシントンからあのプンタアレナスってさ、南米の端までさ歩いて行けるなんてね、思わないよ。途中でアンデス通ったりね、デスバレー通ったりしてるわけだよ、うん、で道順もおかしいし、でもそれは映画だよ、はいはい、それでやっぱり映像の迫力を追求したってことだよね。で撮ってるカメラマンが俺だってこともあるけど、それはね、小松左京さんもいろいろ文句は言ったらしいけど、木村大作だけは素晴らしいって言った。そういう記録残ってます、確かに。あのマイクいいですか？俺ダメなんだ、これやるとね、余計なことを言いそうで。これやマイクやってる、ね、他に質問の方、あ、じゃあ奥の方、奥の今手が上がってください。はい、
すいません、今回、まあ、大勢の外国人俳優の方とか出ていらっしゃるんですけども、例えばあと今年亡くなられたジョージ・ケネディさんとかオリビア・ハッセイさんとか、あとあの木村さんがやっぱり撮ってて、なんか確か大統領役のグレン・フォードさんが一番手を焼いたみたいな話、エピソードは聞いてるんですけど、なんかあのこの辺、この役者さん大変だったなみたいな方を教えていただけたのが一つと、あと国会議事堂周辺のあの自衛隊のあれはどういうゲリラ撮影なのか、どうやって撮ってるのかだけ、この2点すみません、お聞かせいただければお願いします。ジョージ・ケネディさんというのは素晴らしい俳優だね、あの人間も。でグレン・フォードさんはハリウッドで支援スター何本もやってるから、そういう意識があるのと、酒飲みなんだよ、はあ、だから毎晩あの酔っ払って出てくるわけ、へへ、あれあそこからこっち歩いてるのなんだか、あれはあの破滅に向かっててこうちょっと呆然としてるじゃないですか。それで俺一回怒鳴ったんだよ。怒鳴ったね、はあ、一応グレンさんって言ったけど、さんつけたけど、なんで歩けねえんだと、ああ俺が出て行って、ああこうやって歩けばいいんだよってやったんだよ。ああそしたらいなくなっちゃったんだよ。それでもうこの帰るってわけだよ。あ、帰ると、うん、トロントでやってたからね、帰る。カナダで、カナダで、それを深崎さんがとプロデューサーが説得して、ああもう一回出てきたんだよやっと、うんうん、それで座ったから、グレンさん後ろで肩止めを揉めましょうかって言ったら、うん、これみんな日本語だよ、うん、で直訳する人がいて、うん、そしたらあなたに後ろ回れたら刺されるからいらないそのぐらい。それとね、セリフが全然ダメなんだよ、はい、だからね、あのなんとかカード、カンペ、カンペをね、うん、あっちこっちに置くんだよ。へー、それうまいね。でも、うん、日本でもムレシエシャーもそうなんだけど、うん、その普通だとカンペ置くとこうなっちゃうんだけど、笠井さんだってテレビでやってる時カンペ見ながら喋ってるの分かっちゃうよね。はい、分かっちゃいます、分かっちゃいます。でもグレンさんそういうのうまいんだよ。なんかもう30万ぐらい置いたからね。あ、その動く先々にカンペがあるんだね。そういう俳優さんで僕はあまり感心しなかった。オリビア・ハッセイはアルゼンチンの出だよね。だからハリウッドのスタートは違うんだよ。やっぱり日本人にあるその同胞みたいなね。その後伏せと、ね、一緒になったんだから、うん、ロケ地に伏せアキラが来てたの知ってたよ俺は。ああで毎朝来るとさ、目の下真っ黒毛なんだよ、バカ野郎と思ったことはあるけど可愛かったし良かったね。でもそもそも、うん、違う人でしたよね、はい、主演女優。あ、それは一番最初アラスカ行って、うん、あのマリーなんとかって言ってね、はいはい、結構 CM やってるハリウッドの女優なんだけど、サクさんが気に食わないわけ。マリーハセトだ、うんうん、それがで一番気に食わないのは走る姿が、はい、要するにいるでしょ女っ走りの、はいはいはい、こういうのそういう感じだったんだよ、うん、そしたらもう嫌になっちゃって。あ、じゃあラストシーンの、 あの抱き合うところのシーンがうまくいかないってこと。あの、そうそう、最初に撮ったってこと。ラストシーンはまた結局元スコで撮ったんだよね、最終的にはね。じゃあアラスカで行って、その女優さんがダメで、で交代してハリウッドにもう一回行って、プロデューサーはそれで連れてきたのがオリビア・ハッセイだった。だその間俺らは毎日麻雀だよでもそれでじゃあその女優さん変えて時間がもう足りなくなっちゃって、東京ってか北海道で撮ろうっていうことに関して、モトスコだ、モトスコで撮ろう、あのなんだっけ、オンタリオ湖か、うん、でかい、湖があるじゃないですか、はいはい、あのそばで撮れるんじゃないかっていうね、うん、あれがあったんだけど、わざわざまたね、俺はそれ付き合わなかったけど、うん、あの制作と助監督がヘリ使ってね、うん、また山奥へ探しに行ってんだよ、でそんなとこ行ったってさ、そんな雄大なもの撮れないよ、うん、だから日本でいいと、また撮影拒否だよ、うん、その現場行ったんだけどここじゃ絶対撮らない外国南極で撮れとかこっちはダメだとか忙しいわけです、ね、バンクーバーのそばだったよ、うん、それで、で戻すことにしたんですね。いや、それで監督がさ、うん、そう言ったって大丈夫、あのオリビア・ハッセイがね、伏せに会いにね、5月の何日には日本へ来るんだってちゃんと調べてあるんだ、オリビアさんが伏せさんに会いに来るんで、うん、もうちゃんと来日するんだと、うん、デートでその時にやればいいんですよ。すごいお忍びをちゃんとキャッチしておいてるわけ、事前に。それでどこでやるんだったら元スコだった、うん、元スコだってさ、逆光狙いなんだよ。はいはい、あそこ逆光キラキラしてた、 あれ元スコなんだ。それがあればいいんだから、はいはい、あの最後の抜けじゃないわけですもんね、あの逆光があるべきだ。ヘリでこうザーッと
ローリングデッドグルーとかあっちで撮ってんだよ、はいはいはい、違う人で、うんうんうん、だから、大丈夫なんだ、喧嘩腰になってますよだんだん言葉が大体思い出して今日興奮してんですよこの前打ち合わせの話なんだけど酒井さんと昔話したらさ、もうそこで興奮しちゃってそのまま来てるからね。でそれで、はい、それで、お座りくださいでね、で、オリビア・ハゼさんと草刈さんの唯一のラブシーンがあるじゃないですか、ジョージ・ケネディの部屋で、 あれが苦労したって聞きましたけど、84回本番やったんだよ。え、テイク 84? はい、そんなにテイストやって、初日、42回本番やったんだよ、うん、黒い髪がどうのこうの、ね、あ、そう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 、あれでしょ、うん、子供の黒い髪のはずだってですね。で、監督はダメだダメだダメだで、草刈正雄は、うん、その当時はなんか自分の心情をなかなか、深崎金次の言う通りにはやらなかったね、若いのに。だからもう全然もうつばぜり合いになっちゃって、うん、ダメその芝居本番だよ、振り回ってんだよ、うん、それ44回やったんだよ、あ、42回、うん、それはダメで1日目、次の日、うん、またやったらまたね20、30、結局84回やったんだけど、それでさ、笑っちゃうのは、うん、やっぱり俳優ってね、そう、まあ、できないよ、精神状態が、うん、はいはいはい、俺いつも思うんだよ、俺大体監督やっても一発 OK だからね、はいはい、一発目のがいい俳優さんいっぱいいるよ、はい、その典型は高倉健なんだよ。ああ、健さんなんだ、あの人二発目なんかやらないよ、はいはい、そういう人がもうずっとやってるもんだから、はい、スクリプターと13回目が良かったかね、28回目が良かったかねって話してんだよ、俳優さんが、監督が、あ、監督がね、スクリプターに、はいはいはい、記録の、ああはいはいはい、ね、もう今みたいにビデオないから、ね、はいはい、あんないよ、ずっとやりながらね、でも84回目のやつは使ってないよ、あそんなもんなんだよ、だからなんか意地になってたんだろうね、時々そういうあのいろんな俳優と監督の意地の突っ張り合いで、八甲田さんとか三國連太郎と堀田氏の意地の突っ張り合いでもう36回やったとかね、はあ、それあるんですね。今の若い監督は何遍もやるのが監督だと思ってるらしいけど、あ違うよ、違う、役者もそれなりの人は一発はカーッと入ってきたらやっぱり一発目がいいんだよね。イギリスステーションのあのエキステーション、倍賞チェイコとの居酒屋のシーンあるでしょ、はいはい、あれ9分あるんだよ、うん、それをね3カメラで若手で撮ったんだけど、うん、もうセット入ってきた時はもう2人がさ完全にある雰囲気に入ってるわけ、うん、だから古橋さんに言ってあのライティングをこまめにもう細かく全部やって、もうこれテストやれないですよね、おテストなし、一応段取りだけ説明してお前行きましょうって言ったら、古橋さんもそうだねっつって、あれはテストなしの本番一発 OK なんだ、それが名シーンとして残ってるわけだな、うん、あそか名シーン、 あれは二人の感情だよ、うん、感情がもう煮詰まっちゃってる、うん、じゃないか、あんなの芝居であんなことできません、あんな芝居、今度もう一回、帰ったら見てみな、あれはね芝居の段取りでやってない、もう二人の心情、俺はそっちの方が好きだね、復活の日で言うと、うん、そういう感情の部分とはまた別に絵で見せてるとかいくつもあります。それはまあ滅びた町なら、例えば、うん、あの放浪が始まってくる最後のところで太陽の中に出てくる草刈さんとかね、うん、ポスターに使ってるやつとか、うん、ああいうのはどうしたんですか。あれペルーの砂漠だよ、ペルーの砂漠で、うん、でもすぐ撮れないでしょ、あれはね800ミリなんだよ、800ミリ日本じゃ撮れないんだよ、でかい800ミリだと太陽があのぐらいの大きさになるの。どれぐらい離れてじゃ撮るんですか。ずっとだよ、どれぐらい測ってない車で行かないとダメんじゃないですか、声届く。デスバレーは車で行かなかったら、あのぼやぼやの、あ、はいはい、ね、湯気の中から出てくるじゃないか、湯気、あれはかげろうの中をあボタボタ歩いてるんですね。あれは1000ミリなんだよ、1000ミリ1000ミリであの大ロング撮れるんだよ、デスバレー、日本にはそんな場所ない。っていうか日本には1000ミリのカメラはないってこと。あるよ、あるけど撮れないの。撮れないよあのそういうああいう広い絵ははいはいはい、あそうね、よりは撮れない、揺れてるよね。それで、はいはい、太陽が地平線に赤く降りてこなきゃ人間歩いても入らないわけだよ、あれ4日ぐらい粘ったな、すごいね、あそれであそこでああいうカットは撮れたんだよ。あれ以降そういうカットを撮ろうと思ってもまあ撮れないな、あそうですか、
そういう絵はいっぱいあるわ。いやだからこのもう本当にね、構えとして絵が本当に復活には強いんで、そういうとこやっぱり木村さんならではのキャメラワークが出てるなと思うわけですよ。さっきも質問にあったように、おとぎ話みたいな話だよ、はい、言えば、それを深澤健二がやりたいってことはそれこそさ映像で、はい、もう撮りすぎなきゃいけない、うん、うわーって言って撮りすぎちゃいいんだよね、みたいな感覚が僕にはありますね、いやでも本当に面白かったです、今日のお話、皆さん見たばかりでしたから、こういうことがあったのかという映画の歴史でございます。頭からずっと言おうかもうあの次のお客さんが待ってるということなんで、それでは皆さんあの写真撮りたい方はですね、どうぞあのカメラあの構えて構いませんので、僕はね今講演会で食べてんだよ、全国各地で2000人ぐらいの会場でも、僕はマイク使わないから、ね、あ監督ではじゃあ前の方へどうぞ行ってらっしゃい、皆さんも前で撮りたいでしょうからね、なんでかって言うと僕は山田洋次さんじゃないからマイク使ってボソボソ、それはですねしばらく無言、あのですね無言、そういう喋り方をすると日本人ってみんなインテリだと思うんだよね、で俺の喋り方はバカだろ、それは腹の中から言ってるからだよ、だから腹の中から言うってことは言ってることが脳通ってないんだよ、こっから出てんだから、だから嘘ないの、嘘はないよ、まあ、全部腹の中が思ってること、だから言葉がちょっと乱れるけどね、汚いんだけどよく注意されるよ、もう77だよ、あと3年で80なんだよ、まあ、だからさもうちょっと焦ってるよ、山田洋次さんみたいに旧作をまた撮り直しちょっと変えて撮ってるみたいなことはやりたくないしね、黒澤明の映画をもう一回やりたいと思うけど、絶対抜けないよね黒澤明は、そういう重心があるんで自分なりにいろいろ考えて来年はやると思うよ、おお素晴らしい、こう言って来年の春頃にそういう話が出てないったら、たかったらそれは潰れたっていうふうに理解して欲しいんだけどね、やるつもりでいろいろやってるよ、拍手よかった、ありがとうございました、あの本当に映画祭らしい素敵なトークありがとうございました、山の映画じゃないよ、山の映画はエベレストがこけたんで持って行ってもどこも受けないと思うんで引っ込めた、はい、うん、そうですか、木村ナイス、はい、ということで、復活の日名キャメラマン木村大作さんでした、ありがとうございました、なんか足りがたいんだけど超いい皆さん、ね、聞いてる方がすごくいい、俺全然講演会いっぱいやってるから分かるんだよ、真の映画ファンが来てますよ、そうだね、はい、どうもありがとうございました。